こんにちは。ご連絡ありがとうございます。いや、非常に嬉しいメールでした。やっぱりこうネットビジネスっていうとね、やっぱりご存知のように多くの方がネットビジネスに対して幻想を抱いてるんですよね。それは簡単に楽に稼げちゃうみたいなことなんですよ。で、そのまんまコンサルをするような立場になっても簡単で楽に稼げるところばっかりを意識しちゃうんで、例えばね、入金があるまではむちゃくちゃサポートするんですよ。で、入金があった途端サポートがだんだんトーンダウンして、なんかいつの間にかね、そのコンサルと弟子というか生徒さんとの関係っていうのがね、なんか単なる売り主とお客さんの関係になってどんどん薄くなっちゃうんですよね。で、そういう現実はあります。ですから私は、逆にですね、そうじゃなくて時間が経ってもこちらからずっとね追いかけていきたいなと思いますし、もちろんね、嫌われていたらあまり手を出さない方がいいんですけども、私はやっぱりこう、商売系出して言うとですね、お金を受け取ってからが本当の関係だと思うんですよ。いや、本当にそういう意味で私のことを信頼してくださって、こうやって速稼塾に来てくださった方は私は家族のように思ってるんですよね。だから誰一人落ちこぼれてほしくないし、誰一人諦めてほしくないし、全員にね、本当に目的を達成したりとか自分の理想の人生を構築できたりとか、少しでもお力添えができればいいなと思ってるんですよ。それは多分共通の思いだと思うんですよ。やっぱこう塾っていうと、どんな形の塾でも生徒さんは信頼して自分のことを選んでくれたっていう、そういうありがたさ、いわゆるね、生徒さんが恩人っていうかね、私の場合は動画を見てくださる視聴者さんが恩人だと思いますんで、かっこいいことを言えばね、そんな感じなんですよね。で、ちょっとお住まいのことなんですけども、私は今広島県の、福山市というね、ちょっと広島市内から100キロほど離れた岡山県寄りの小さな、50万人ぐらいのね、都市に住んでおります。その中で特に人が少ないところで隠居してるわけなんですけども、広島市内はですね、この隠居する前に、15年ほどですかね、暮らしてまして、その前は廿日市市に住まいがあったんですね。廿日市市でガードマンから始めて途中無職になり、なかなか借金が返せなくってね、当時は300万の借金が返せなくって、お手上げになったわけですけども、ただその中でね、広島市内に出てきて新しい店舗っていう商売を始めてですね、そこで10年ぐらい過ごすわけなんですけども、この店舗の商売でその300万の借金がなんと3000万を超えたというね、やればやるほどダメになってきたという、そういうふうにね、お金に焦って、自分の商売に焦って全く足元が見えてなかった時から、そのネットビジネスっていうものをね、関わってですね、ネットビジネスっていうのはサポート手厚くする、ただそれだけじゃなくて、本当に自分の動画を見てそれに何かね、思いを寄せてメッセージくれたんだなっていうところのありがたさですよね。そこを忘れないようにすれば必ず自分の道は開いていけるんだろうなと思いました。そして私は今ね、その本当にこう恩を返したいなと思う気持ちでやってるんですよ。この辺ちょっと長くなりますんで、お会いした時にお話したいと思います。今日いろいろとお話しましたけども、話すとついつい長くなるんでね、動画の返信メッセージとさせていただいて、次はですね、お会いできる時にと思っております。もしね、広島に2号店ができるとしたら、広島の速稼塾塾生も一緒にね、ご挨拶に行きたいと思いますし、もし広島にいらっしゃるとしたら時間すり合わせて私も伺いますので、その時はご一緒しましょう。もしお手間でなければ我が家に来ていただいて、大和くんとね、一緒に迎えたいと思いますけども、広島市内からね、100キロほど離れてます。福山市は新幹線も止まりますので、いらしていただいたらその際はお迎えに上がりますんでね、ご一緒しましょう。ということで、今日はこんな感じですかね。本当に収益化おめでとうございます。収益化して広告の件をちょっとお話しましょうか。収益化して広告がついた時に広告をつけないと、実はですね、 YouTube にもメリットがないんですよ。なぜなら広告化、収益化した YouTuber さんの中からしか YouTube は収益が取れないからなんですよね。ですんでね、こう考えていただきたいんですよ。自分の広告をつけることによって YouTube にも恩返しができると。広告料の3分の1が YouTube、 3分の2がこれね、広告を出しているアカウントの
オーナーさんに入るという形でございます。おそらくそんな形だったかなと思います。あと一つはですね、これね、動画を発信している人の会話とかタイトルとか内容に準じた広告が出ますので、動画を見ている人の本当にこう欲しいものが広告に出るんですよ。そういう仕組みになってますから、アドセンスっていうのは、まあ、ですんでね、視聴者さんにも貢献することができますから、その辺は心配されなくていいと思います。堂々と広告を出して、広告収入もね、最初は数千円だと思いますけども、まあ、そういうところから始めてみてください。本当にね、素晴らしいコンテンツになったと思います。五島列島のね、お母さんも本当に喜ばれたみたいで嬉しく思います。また一緒に対談しましょう。それではよろしくお願いします。失礼します。